はい、というわけで早速こちらキングジムさんの新商品アイコロコロ、こちらをですね早速使っていきましょう。まずはですね、もう僕が持ってるあのアップル製品とかいろんなタッチパネルがある製品の中で最も汚れていると思うのがこちらなんですよね。 iPod タッチです。ちょっと映したので怖いんですけど、まあこうちょっと皮脂汚れがすごすぎる、まあとにかく皮脂汚れがすごすぎるんで、早速ねこちらをピカピカにしてみたいと思います。はい、すげえ皮脂汚れがこれやばいでしょ。とにかくこれをまあアイコロコロでねやっていきます。揚げ方をね、こうですね。はい、あれ、あで、ですね、なんかシールみたいなのがついてますね。シールどっから剥がすのかな。こっからですね剥がします。あ、こうか、よいしょっと。これ結構開けづらい。取れました。こういう感じです。ベトベトしますね、当たり前なんですけど。とりあえず早速この切ったね状態のアイコロコロじゃなくて iPod タッチを拭いていきましょう。うわ、すげ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 、うわ、すげ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 、うわ、すげ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 。ちょっとこっち側からやろう。やれ、すげえ。うわ、すげえ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 。なにこれ。すっげえ汚れが落ちた。やばい。なにこれ。こちらです。すっげえ綺麗。俺が映っちゃいそうで怖い。すっげえピッカピカ。電気が映ってますね。っていうぐらいピッカピカになりました。見てください。さっきまであったやつが、皮脂汚れとかがほとんどなくなってます。すごいですね。こちらやっぱりこちらは白物、給料品なんかではございません。やっぱりねこちらアイコロコロすごいですよ。というわけでですね、今日はこちらアイコロコロをご紹介しました。さよなら。これがアイコロコロです。